黒で全く違う色で表現されてたと思うんですけれども、最後にですね、私が一人で、韓国の打楽器を一つだけ選びなさいっていうと、先ほどからずっと音は鳴ってるチャングという両面太鼓ですね、これになると思うんですけれども、それを少し演奏したいと思います。役割が多くて申し訳ないんですけれども、バチをそこに忘れて申し訳ないんですけど、取ってきますので、各の伝統芸能って本来こういう風な広い お金持ちの家でやったりとか、あとこのお庭で、歌ったり踊ったりとか、そういうことがたくさんあったんですね。だから本当に昔ながらのやり方ってとってもあります。僕たちも楽しく、先輩たちというか先祖たちがこうやって演奏してたんだなっていうのを思いながら楽しくやってるんですけれども、韓国だったらですね、こんな静かに聞かないんですね愛の手とかたくさん言ってですね、中世おいしい子、僕が小室の演奏の時に声出してたようなのがあっちこっちから飛んで、自分が楽しんでて演奏聞いてないんじゃないかっていうのが、はい、なので実はそういう声があるとですね、実はすごく演奏がしやすいんです。邪魔なんじゃなくて、あ、その楽しく聞いてるんだと思って、もっと演奏しようっていうような気分になったんです。で、私が今から演奏するのはですね、今ちょうど田植えの時期だったりしてるんですけど、五穀豊穣祝って村々で30人とか40人集まって輪になってお祭りみたいに演奏してたもの、あと本当に商売繁盛を祈ったりして、とにかくこうやって集まってみんなで演奏してた部分の、ソロ、チャングのソロの部分を少し演奏したいと思います。どうぞ拍手してもらってもいいですか。あ、なんかすごいなと思ったら本当に拍手してもらっても大丈夫です。別にじっと聞かれても大丈夫です。お好きに見てもらって大丈夫です。で、何を演奏してるんだろうっていうふうに思うんですけど、僕単純に簡単に説明するとですね、ゆっくりなテンポがだんだん速くなっていくことを繰り返しているんですけれども、僕が作曲したわけではなくてですね、やればやるほど上手にできてるなって思う絶対普遍的な仕組みっていうのが、始まれば何かをずっと展開させていって、どっかに終わりを迎えてほどきます。それをずっと繰り返してるんですね。例えば一日今日起きて、そうですね、今日は皆さんこの班に集まって、でも多分家に帰れるかどっかでパートを休めて、また次の日朝を迎え、また何か活動されて、でまた体を休めてっていう繰り返しをするのと同じことをしながら、人生はどうしても死を迎えるので、で土に帰っていく、このルールはこのリズムそのもの、なので毎回その、なんて言えばいいんでしょうね、僕の中では絵を描いてるようなイメージです。南部の南拍子を一生懸命正確に打とうってしてるようなイメージじゃなくて、その都度その都度その時に感じた空気を音にしながら絵を描いてるような、決まったリズムはあるんですけれども、そのリズムの特性をその時その時に生かしてやっている。なので今日はまた今日の音があって、それは踊りやっても演奏やっても何でも一緒。このチャングはですね、この高い音、この低い音、この2つだけです。この2つだけを操って演奏します。それでは、スルチャングを聴いてください。
今日のステーションをご紹介したいと思います。忙しいの私も司会が最大の役の司会ですので、出演者の方どうぞ、どうぞ、どうぞ。お名前を全員言ってなかったものですから、改めて紹介させてもらいたいと思います。コミング奏者です。パクソニョンです。一番の効果です。白昼門を踊ってくれました春班の、金民さんです。この隣に春班の、舞踊家でございます。尹園子さんでございます。先生の前に、私あの打楽器奏者でございます。私たちが、尊敬する大先輩でありもあります、舞踊家、張宗義さんでございます。今日はこのようにですね、オープニングイベントをこうやって5人のメンバーで飾ることができまして、とても幸せに思っております。また私たち東京を中心に全国でやってるんですけれども、こうやって東京にばっかりいますと、こういう自然の中に来た時に本当に心が洗われるようで、改めて強かったです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また時間がありましたら、ぜひまたいつかやりたいと思います。ぜひよろしくお願いします。